まこなこです。バージョン6になって新たに変化があった不思議の的、早速いきましょう。どういう風になってるか、面白くなってるのか気になるところですけれども、さて変化があったようだ。強化の上限が上がった虹のフェザーチップが出てきた。うん、まあまだ持ってないんで、まずは一直線に。今なんか出てこなかった？なんか投げてきたようなものが見えたけど、気のせい？さて、ん？これはどうすりゃいいんだろうな。ここに来れば変わってるよね、中身ね。何の案内もなく的押しとなる。何の案内もないのこれ。新しくなったんだけど、全然こうなります、ああなりますね、話がないんだけど。あ、なんか話したいことがある。いきなり裸にさせられてんだけど。これやめてもらっていい？これ YouTube 上、裸のキャラ映すのまずいんだけど。さて、形を変える。上に登るには階段を探してください。30階まで登れる。取り切り。死んでしまうと、復活しますが。ゴールドの半分を失う。なるほどね。魔闘士というものになる。魔剣士ともまた違うのか。レベルアップや武器の錬金効果によってスキルを習得する等専用の職業。装備品を手に入れたら改造やミニタン。なるほどね。道中に出てくるわけではないか。まあ、あった。金と虹のフェザーチップをもらえる。で、いつも通り札強化が可能。謎が存在する。厄介だね。役に立ちそうなもの。的手帳。うん。あ、よかったよかった。よかったよかった。危ない危ない。今一生懸命隠してたけど。そして武器は、まあ普通に両手剣でいいんじゃない？何が普通だかよくわかんないけど。とりあえず行ってみましょうか。まあ、最初から強化当然できないだろうし。ここは？うん、戻る。誰かいるね。うん。だから今回その仲間になっていくのではなくて、なんか一人で全部行くそうなので。ちょっと待って、これ。さっき聞いたんだけど。何なのこれ。もう一回戻って声になってる。とりあえずこれも会話してきましょうか。うん、強化してくれる。お金かかんのかな？まだよくわからん。新たなものが出てきた。いやー、まあ、素材やゴールドが必要はわかった。まずつけてみましょうか。両手剣。分回しの型。あ、これないと分回しが使えないってことか。鎧。なるほどね。だが今錬金酵素というものがないのでできない。一方このマータ、厄介だね。だから結構作り直したね。結構というかもうほぼほぼゼロベースで、いろいろ問題あったからね、不思議の的を以前のは。実績を見る。なるほど、こういう実績やってく、するとフェザーチップがもらえる。特別報酬。うん、なるほどね。もらうかどうかは、受け取る、やらないとダメってことか。実績を見ると受け取るはまた別問題。なにこれ、今の一言聞くために戻ってきたの？さて、面白くなってればいいけどね。
うん、他は装備ができない、職業の証もない。行きましょう。まずは1回簡易版で表示。なるほどね、何か入手ができる。これ今回は月に1回とかそういう制限がないという話だったので、もうやり込もうと思えばずっとやり込める可能性がある。一気に虹のフェザーチップをね、手に入れたいんであれば。あー、なるほど、マップはこれ徐々に開かれるかのような戻る。なるほど、まあ戻りたくはない。無駄に長すぎたんだよね、移動距離がね、以前のは。ここら辺もすごく問題だったけど、まあ、今回どうなってるか。それを改善したのがゼルメアだと思うんだけど、部屋単位で分かれていて、即座にね、次の要素に行けるっていうね。まあ一回はミスをしないとね、なかなか最初から完璧にというわけにはいかないだろうけど、今回そういうミスがあっての、ちょっと待って、なんか驚いてんだけど、ミスがあってのものだから、どういう風に修正されてるかとか、興味あるけどね。これ魔法とか覚えらんないのかな？魔導士はどういう扱いになるのか。呪文。あ、ああ、なるほど。声に出てくる。これ、レベル概念は ?2 になるまでやりましょうか。ああ、これでも楽しいかもな、これ。あと、不思議の的、以前のは、経験とかレベルが引き継がれないので、まあ、育成の楽しみがないんでね。当然、それは他の、多分、トルネコ絡みに合わせたみたいなところがあるんだろうけど、別にトルネコをやりたいわけじゃないからね。本来であれば自分のキャラクターでちゃんと育成したものを使って何かやってくれれば一番いいんだけど、まあ、ゼロベースで何かやらせたいんであれば、それでも経験の概念をね、ちゃんとレベル貯め続けて、やればやるほど後が楽になるのは欲しかったような気がする。装備品がたくさんあってもね、何が何だかよくわかんなかったりもするから。何これ結構広いんじゃないの？金のフェザーチップ早くも手に入った。こっち側、なんかあるよ。これ何？壺。謎の壺。メラ。メラは使えない。うん。魔法はどうやって使えるようになるんだろう。特に、スキル絡みではない。いやー、楽しいかもな。少なくとも、今は、ちょっと楽しんでやっている。あとあと1ヶ月後には暴言吐きながらね、やる人もね、たくさん出てくるだろうけど。あとなんか不思議な場所が。酒もぎか柵かと思ったけど、別にそんなことなかった。多分草が生えてる感じなんでしょう。うん、アイテムも結構出るしで。あれ？あそこは、なんだろうな、上に行くのかな？階段のところ。戻るかと思ったけど。あと、分回し。忘れた。これ楽しいことは楽しいけど、どうやって上の階行くんだろう。あのメラの話がそうなのか、それとも関係ないのか、レベルに。これ大丈夫だよね。次、またやり直すときにこのレベル引き継がれるよね。今一生懸命戦ってるけど。でも MP も回復するな。今5ポイント回復した。新しい特技。特技はどこで見る？あ、メラ使えるね、呪文。どれが新しい特技かわかんないけど。ここが、いや、上行くか。あ、こっちだと戻るか、この人だと。ちょっとメラのところ行きましょうか。呪文。あ、ホイミも使える。結構至れり尽くせりだね。さっきの壺メラ使えるかって言ってたけど、とはいえ、このフィールド上でメラは使えないから。だが、もしかしたら今覚えた可能性があるんで。どうするんだろう。どうにもなんないんだけど。特に意味ないのかな？さて、謎の壺だから、なんか謎絡みのやつか。で、謎絡みが
どこで見ればいいんだ？魔盗手帳。謎解きメモ。一回情けは無用。僕はあいつは好きじゃないよ。答えを見る。わかんないな。メラで倒せか。メラで倒せだな、多分。操作リリング。欲しいからね。ちょっとやってみましょう。おっと、呪文詠唱速度速い。謎を解いたになってるね。階段の近くに宝箱が出た。よかったよかった。遠くに行かなくて済んだ。なるほどね。こうやって一回一回謎を解いてアイテムも得て。あんまりね、謎解きとか好きじゃないけど、これぐらいの謎であるならば、特に攻略サイトとか見なくても、できるでしょ。なるほどね。で、リプレイ報酬操作リリング。どうなんだろうな。持って帰れるのかな。あれ通り抜けて。階段登るかと思いきや、登らないんだけど、これ。さて、どっちだ？わかんないのか。多分、一発で倒せるはず。うん、アイテムもたくさん入るから面白いね。ここは何もない。ここの謎。拳で語り合え、装備外せってことか。多分格闘でやれってことだと思うけど。なんで驚いてんの？で、今見たところマップ。あ、左が行けんのか。謎を解いた。いいね。何がもらえるか。命のネックレス。いいね。これ回復も効果が出て。武器を装備し直して、命のネックレス。昔はこういうのも重宝したはずだけどね。あっと襲われてる。全くもう使われることないアイテムになってしまってるのは残念だよね。HP 回復。魔盗ゴケってなんだろうな。多分アップグレードとかに使うものだと思うけど。さらに行きましょう。ここ壺あるね。うん。謎絡みに関しては壺が教えてくれるのか、ヒントを。うん、宝箱発見。少なくとも5階までは行ってどういう感じか確かめたいね。道具、魔法の小瓶たくさんなので回復とかも十分。3階謎。これ開くのめんどくさいね。バーラットの壺。緑のあいつを見ると心がドクドクする。毒になれってことか。でもどうやって毒になるんだろう。あ、なるほどね。壺もあるんで話聞いときましょう。金のフェザーチップ、昔は結構苦労して集めたような記憶があるけど。でもヒアリーとかないから、ね、時間経過は待たないとね、直すときは。リフォーミングもやっていきましょうか。
毒にかかった即座に案内は出てないけど、多分これで問題ないはず。宝箱が出た。まだ場所はわからない。これマップ開けないんでね、この左側の小さいマップしか出てこないので、大きいマップで見ようと思っても見られない。ああ、なるほど、ファーラットの壺は多分敵呼び出すようなアイテムでしょ。移動とかしなくても。あ、今何も起こらない？応援する魔物か。なるほどね。戦闘中に使うと、ファーラットが応援してくれるとか。多分そんな感じだと思う。やってみましょうか。ファーラット現れた。早く応援してくんない？応援してくんない？応援しないんだけど、なんか仲間あ、ようやく。うん、まあこんな感じのものもあるとなってます。ああ、なるほどね、魔法延長時間あったね。素直に満タンでやれって話だけど、そういえば満タンをショートカットにまだ入れらんないのかな。いい加減そこら辺やってくれても良さそうなもんだけどね。この場所に登録とかね。満タンだけは堅くなにやらないよね。もう全員が同じ環境でこの仕組みでやろうと思えばできるようになったから、やってくれても良さそうなもんだけど。まあ、もしかしたらバージョン6で、まあ、追加されてるってことはないのかな。確認したいけどね。他のはできるようになってるけど。これは4階、なるほど。ファーラット、さっき下にいたんだけど。うん。毒がいい加減切れてもらいたい。大事なもの、この的を手帳も登録した方がいいかもね。満月リング。上は大火事、下も大火事。なんだろう。ギラ？ギラとメラ使うとか？え、ちょっと待って。あ、4回いいのか。通り過ぎたかと思った。ヒント聞きましょう。ああ、ギラは地面這うから、これ、ろうそく上も火ついていて、下も火つくっていう、そういう意味合いか。ギラ。うん。まあ、だが結局、敵、全部素通りと思ったけど、そっかそっか、襲ってくる可能性あるか。まずこっち側から。あ、ここね。これは満月リング。これが30回分か。結構長丁場になりそうだね。ソーサリーリングのままでいいと思うけど、だがボスがもしかしたら麻痺系使ってくる可能性がある。で、それ以外のこういう宝箱では、うん、武器とかは入らないっぽいね。あとどうなんだろう、ここで戻ったら、また一回からやり直したのか、ここからワープ、またやり直しを、続きをね、できるようになるのか。説明ないかな。またこの階層に戻ってこれる。とりあえずこのまま行ってみましょうか。アップグレードとかせずに。5階。ここボス戦でいいのかな？これいるってことは。お金減らすよりかは、やっぱり強化やった方がいいんだよね。
まずこっち側、進化や変換、両手剣を上位にやる。すると攻撃力が結構上がる。もう一回アップグレードするのは無理。的をキノコというものが必要。じゃあ鎧、鎖片びら。この初期の頃に関しては守備力とかが結構機能したりするからね。ちゃんとアップグレードやっておかないと。これさらにアップグレードはできない。多分進化キノコというのが上の階層じゃないと手に入らないんでしょ。いいね。楽しいと今思ってる。で、これに付けられるようになってるか。なるほどね。必要なアイテムが変わる。的動きを使うので、レベル2の方は。おっと？何これ？びっくりしてるけど。特別うまくできたからゴールドは無料。ああ、多分初回サービスとかそんな感じ？さらに HP アップできるけどどうするかな？守備力アップでもいいけど、まあどの道ね、魔法とかやられると守備力意味なさないから、ならば HP アップでいいと思うけど。あ、これは武器レベルが低いと上がらないのか。多分。進化やっといて。あ、なるほどね。的装備ランクというのはそういうことか。アップグレードのレベルが絡んでくるっていう。別にこれゴールド取ってもいいんじゃないの？別にそこまでね。これは進化の火種がない。これも進化の火種がない。じゃあ先ほどレベルになったものを MP アップ、攻撃力アップの方がいいね。錬金効果の値3つほどあったけど、あ、なるほど、ここはランダム性あるのか。あ、守備力回心アップ、回心アップでプラス 3% 大きいと思う。 3.5 一番いいのがついた。三河市アップ。当たらなければどうということがない。その精神でやっていきましょう。いやー、結構見た目も変わってるね。いいね、いいね。戻るときはどこから戻るんだろう。ここから行くと1階からになりそうな気もするけど。あ、5階から行けるようになってる。いいね。以前と異なって、続けてやりたいような気持ちにさせられる。勝てるかどうか、あとは回復もやっていきましょう。どうなんだろうな、ここら辺のボスもランダム性あるのか、それともないのか。以前の的は全部同じだったからね。結局やることが作業化してしまっていたけど、これ与えるダメージ、ビオラ47だったので、分回し使った方がいいか。移動に時間かかるのはなんだけど、素直に回復やってリホイミもやっていきましょうか。リホイミなんて普段使わないけど、個人的にはこういうね、徐々に回復系は好きだったりする。続けて大丈夫でしょ。ロストアタックはないはず。あ、痛いんじゃないそれ。
お、倒した、会心。いいね、ちゃんと錬金効果が効いたのかもしれない。メラニ、これは魔力とかどういう扱いになってるんだろう。それなりに高そうに見えたけど、塔のエネルギーが解放された。もうちょっと進んでみましょうか。さて6階、うん、アイテム取って、じゃあ一旦戻ってどういう感じのアイテムもらえるかとか確認したい。この方向戻りましょう。フェザーチップ虹色、何個集める必要あるんだろう。これでこっち側実績を見る。うん、10回、20回、30回、そこまでいかないと手に入らない。あ、これ特別報酬ないな。特別報酬はなかった。じゃあ一旦出て旅立ちの間、アイテム交換見てみましょう。今のアイテムは多分もう全部交換屋の方に集まってんのかな。いや、所持数ない扱いになってるんだけど、これどこで手に入るんだろう。銀の、あー、でも持ってる扱いになったのかな、さっき取ったの。金のフェザーチップ絡み、渡すもの。あー、金ともしかしたら虹は別物になってるかもしんないね。こっち側のみに使えるものかも。うん、効果を成長させる。なるほどね、さらに上げていくには虹のフェザーチップが必要。最初は1ポイント必要だけど、そこから先は分からない。金はこれ手に入った扱いになってるのかな。ちょっとアイテムなんか受け渡しとかありそうな気もするけどね、まあ、実際分からずということで、また機会があればこの続き動画でもやっていきたいと思いますので、もし興味ありましたらぜひチャンネル登録して、他のドラクエ10の動画、またその他の動画も含めていろいろとご覧いただけたら幸いです。ではでは。